鹿児島県指宿市で今週月曜日から行われているレジーナのキャンプ。選手たちは来月5日の WE リーグ再開に向け、ゲーム形式の練習などを通じさらなる連携強化を図ります。そんな中、今キャンプに帯同しているのが、先月現役を引退したばかりの陸上木村彩子さんです。最初のそのスタートからの加速の部分っていうところが、陸上とサッカーと一番大きなあの共通点なのかなと思っているので、スピードを上げていく部分のその動き方っていうところは、陸上の選手からサッカー選手に伝えられるところなのかなとは思ってます。今月から所属先のエディオン女子陸上競技部で指導者としての道を進み始めています。レジーナから要請があり、キャンプ中の特別コーチとなった木村さんは、陸上選手が普段行っているストレッチや怪我の予防につながるウォーミングアップなど丁寧に伝えました。引退するときは正直その陸上の更新の育成っていう部分が一番大きいかなと思ってたんですけれども、こうやってその同じ広島のスポーツで頑張っている種目を超えて指導ができるっていうのは本当に自分にとってはすごく貴重ですし、勉強させられることの方が大きいかなと思うので吸収していきたいなと思います。走りのプロフェッショナルからの特別指導はレジーナの選手たちにとっても貴重な時間になったようです。自分の体のこう違和感をその日に気づこうっていう、サッカー怪我つきものですけど、それをこう防げる手段っていうのはたくさんあると思うので、これからもいろいろ教えてもらいたいなと思ってます。キャンプは明日まで行われ、リーグ戦再開に向けた最終調整を進めます。